達者でございます。どうも武田でございます。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。達也です。刻んでいこうぜ。左乳首から右乳首まで波縫いしてみた。はい、ということで皆さんおはようございます。おはようございます。これだけ野球部みたいな。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになるんですが、その前に見てください、この T シャツを。いや、だからその後やっぱかっこいいね。一緒だ。鹿児島以来のラビッツランニング結成ということで。やったー、待ってました。このチャンネルで結成したわけじゃないですよ、皆さん。なんとラビッツランニング、略してラビラン、はい、YouTube 始動。勝ちましたよ。これうちのチャンネルでの初めてなんですよ。これがまた面白い。面白い。いや、でも本当にすごいよね。すごい。4月1日チャンネル開設だったんですけれども、本当にゼロからのスタートだったんだけど、すぐ5000回再生とか3000回再生とかも直近でいくぐらいで、チャンネル登録者数ももう2000人超えてます。おお。じゃあチャンネル登録しておきますね。うん、まだしてないから。ちょっと魅力を話させてもらうと、この5人が揃えばそれ面白いってのは分かると思うんですけど、チャンネルの持ち味じゃない、なんかもう一つ違う居場所みたいないう感じになってるから、ちょっと違うんだよ。なんか特にタム城とか違う感じしない？確かに。そうですね、僕いつもまあ一人出てるんで、グループでやるとなんか違う感じがあって、面白く突っ込んでもらえたらすごい僕嬉しいんですよね。あ、タム城の撮影者、タメジョの撮影者も褒めてて、ヒゲデさんって頭の回転早いですよね。褒めてた。でもそれ結構誰にでも言ってます。僕ちなみに撮影者大好きなんで。なあ。プラス編集のほとんどが達也がやってるということで、まあ僕たちもね編集たまにやらせていただいてるんですが、やっぱりなんかその編集の細かさ、それがもうすごくて、見てて素人でもわかる。プロ並みですもんね。プロだ。自分で言いにくいから。プロなので、もう本当にめちゃくちゃ面白い。いい意味で番組っぽい、テレビ番組かと思いますね。ね、というあのラビランの YouTube チャンネル、概要欄に4つ貼っておくんで、ぜひ見てください。4つ貼ります。同じリンクを。なので皆さん、上から好きなとこからあのチャンネル登録してもらえれば。できれば2番目がいいか。2番目が一番。はい、ということで本日ね、ラビランの企画もやりましたし、タメジョーのチャンネルでも数年リレー、まあ、詳しい話は全部タメジョーのチャンネルの方に載ってるので、ぜひチェックしてもらいたいなという感じなんですが、今回はちょっと TKT プロジェクトの方でリレー企画またやっていきたいんですけど、わー、はい、リレー好きっすね。リレー大好きですよ。今回やる企画、男4人で 800m の世界記録抜いてみた。やったー。一番やりたかったっす。絶対嘘。これいけるの？世界記録が1分40秒です。いや、やばい。達也さんこの凄さはもう自分が一番分かってます。一番分かるよね。達也も学生時代東洋大学トップクラスのとこで、前回インカレ出るクラスのとこで1分50で走ってたので、いや強い。それより10秒っすよ。 100m ぐらいの何だかね、ほんと想像もつかないタイムなんですけれども、4人でやっていきたいんですが、分担があるんですけれども、全員 200m。 今回の企画の決まりとして、1人 200m っていう形にさせていただくんですが、 200m の計算ですと1人25秒の、俺全力でももう負けないんだよ。僕もね、普段だったら22秒とか23秒って言ったらパッていけるんですけど、ある企画を前日にやってて、ちょっとよしきと僕特にダメージが今来てて、立てやる、こっちです。そっちです。はい、今日もサイボーグ。サイボーグなので新品が1人しかいない。いや、でも僕もみんなボロボロです。いつもだったら簡単にいけるかもしれないんですけど、うん、今僕らのこの疲れっていうペナルティをしとったらちょっと分からん。いや、でも言い訳しないでいきましょうよ。やるからには絶対切っていきたいんで、皆さん今おのおの持ってる実力を発揮してほしいと思います。それでは総集発表、一走 TKD、 二走達也、三走タムジョ、四走ヨシキ。準備はいいですか？いきます。いや、見たい。世界記録、世界記録見たい。もう一個だけ。バトンか。今日のバトーンということで、陸上めちゃくちゃ真面目にやってる方は怒られるかもしれないですけど、今回 GoPro でやらせていただきまーす。タム城の方でもこれ光ったね。これ光りました。光りましたね。はい。これだいぶ大事。これだいぶ大事です。はい。ということでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。ダッシュで行こうぜ。アップは終わってるからね。みんな、はい。あとはやるだけですね。お前ここから誰も来ないなと思ってこうやってやめろ。手挙げてる時に超えるやつ。うわー、めっちゃ緊張する。俺25秒0で行くんで。ぴったりで。僕24秒0で行くんで。じゃあ僕26秒0で行きます。28秒で。あ、3秒下がった。怖い。イエス。やめろやめろ、パワースポットではない。やばいよ。今日は俺が一番やばいからね。TKT プロジェクト見てる人だったら分かると思うんだけど、今日は24で行かせてくれ。ごめん。ここに立ってるとかね、奇跡。しゅんさん、お願いします。任せろ、やっちゃってください。タムジョ頼むぞ。はい、つなぎましょう。お願いします。はい。
めっちゃ向かってる。ご飯動かない。行ったかな。達也がやばい。お祈り捧げてる。これケツ割れのメニューだもん今日。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さん気になるのはタイムだと思うんですけども、武田としてはよく完走してくれたなと思いますので、はい、今日の動画は以上になります。バイバイ。ありがとうございました。ちゃそんぐらいね、今みんな達成感満ち溢れてるんですけど視聴者は待てよ感覚はどうなんだろうね微妙ちょっとみんな疲れたかなと思った最後だったし、はい、ということでタイムの発表をお願いします。はい、怖い怖い怖い。 4×200m リレー結果は1分41秒81完全に俺のせいだわ。いやでも俺もちょっと疲れた感はあった。まずスパイクを履けない状態の意識ちょっと踏ん張りが効かなくて痛くて。ちゃんと黒ネックス持ってきたのもね、うん、サイボーグ発や元気なためのことは24時ぐらいで走れる俺だったので、うん、ちょっと限界が来たということで。まあそれよりも800の世界記録エグすぎてしょ。マジでヤバい。やば、ね、口でいやこれヤバいんですよって YouTuber が言うよりも伝わる動画出したんじゃない。確かに、ね、今より早いですもんね、うん、全員が全力でね。え、一人だから。しかも多分一周目は多分スーッていってるでしょみんなこうだから。世界記録の凄さをまた改めて知れたんじゃないかなということで、まあ本日の動画締めさせていただきたいです。この動画見て俺も挑戦したいって思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。乳首ロケットプッ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。お疲れ様でした。皆さんぜひね、さっきも言いましたけどラビランチャンネル登録よろしくお願いします。なんかヒーローのエンディングみたいになってない？エンディングあるオープニングだった。あ、オープニングどっちでもいいんだけど、はい、ヒーロー見たことないんですけどないの？ないの？まあ、キムタクのかっこよさわかんないのじゃん。え、さ、柏の葉で二人写真撮ったとかさ、ヒーローっぽいって言ったやん。あ、それ、どうでもいい知ったかぶりで、はいって言ってました。おい、なんか話が思った以上に広がってしまったオープニングでも言いましたけど、皆さん次ラビランチャンネルのよろしくお願いします。お願いします。お願いします。かなり面白い。そうですね、マジで面白い。面白すぎますよね。面白すぎます、はい。